このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りしますさて、えー、今日はですねデイブのちょっと気になったニュースでもおなじみ CBD 商品のブランドネイチャー館の商品についてマットショーのマットさんと紹介していきたいと思いますよろしくお願いしますマットさんはもうネイチャー館のアンバサダーをはいお勤めになられてると、はい、そうですね、うん、もう結構長くやってますねその多くの人が知らないその CBD の効果とかってど,、はい、どんなものがあるんですかまあ日本ではあんまり研究されてないかと思うんですけども、うん、海外では実際にいろいろと研究がされておりまして、うん、一番効果があるると期待されているものは転転ですね転換ね実際になんか海外では CBD をまあ使用して転換の発作が収まったっていう話ですとかあ他にもですね うつとかまあ統合失調症とか偏、うん、頭痛とか、うん、まあさまなものに効果があると、うん、まあいろんな研究機関では出てますね、うんうん、はいあのまあ転換のその僕はまあ YouTube で見たんですけどやっぱりその一発で収まるっていうねあのー、検証のあれをこう見てでまあ本当その人の話だとやっぱりその薬とかだとどうしてもこう治まらないと、うん、<laughs> もう絶対 全然 CBD がもう断トツに有益だっていうふうにね、うん、う語っていて、はい、まあそういうのを見るとすごいなっていうふうにそうで思いますよね。なかなかね医療大麻とかは、うん、あの解禁されないですけど、うん、CBD はもう今は合法なので、うん、そのあたりなんか使えるんじゃないかなとも思いますね。うん、CBD 商品どうですかマッタさん的に。 そうですね。うん、僕は一番効果があると思っているのはも、うんえっともとショートスリーパーではないんで8時間ぐらい寝たい人なんですたくさん寝たい寝たい人なんですけどやっぱ、ね、あの7時間とか6時間とかしか寝れない時もあるんで、うんえー、寝る前に摂取するとですね、うん、結構そのぐらい短い時間でも、まあ、8時間寝たぐらいの、まあ、快適さというか頭がぼーっとしない感じはしますね。 熟熟睡睡ででききるっていう。すまマットさんは、えっと、ど,どんなものを使われているんですかネイチャーカンさんは一番は、うんえー、CBD オイルの40%っていうこれですね一、ね、番パーセントの高いやつ、うん、高いやつね。これネイチャーカンさんはいろいろそのパーセントがこう違うものが、ね、こうあって、はい、あこれもまあ人それぞれみたいなんですがマットさんはもう。 一番強いいやつ。そうですね。40ね。たあの今回いろいろ商品をですねネイチャー館から送っていただいてえー、っと「ウェイプスターターキット」というのがですねできてまあ僕タバコを吸うんで、はい、えっとこう「ウェイプタイプになっているものですねこういうものをですね送っていただいて、えー、っと試してみたんですがこれがまあその。 リキッドがこうありましてこういうものなんですがちょっとユズテイストっていうのをね試したんですけどすごくこうおいしかった。<laughs> <laughs> でまああのやっぱちょっとこうあの落ち着くというかえー、っと まあ、リラックス効果っていうのはありますよね。ありますね。リキッドにしてもね、はい、ええー、そうですし、ね。そうですね。うん、僕緊張しいなんで。今<も>緊張しいなんですか。はい。今もオイル飲んできてから。はい、うん、オイル飲んでね。<laughs> 落ち着いて。<laughs> そうです。っていうね、えー、ものなんですが、でも、特にね、僕。おすすめなのが、CBD ジョイントバームというね。えー、ものです。こ,この、塗るやつって、試しました。いや、試してないですね あのこうマッサージオイルなんかもあるんですが今回はねこのジョイントバームっていう、まあ、関節に効くという、ねうんえー、ことなんですが本当、ね、これ系はす、ね、すごいいいですよマットさんお若いから、はい、まだそんなにそのなんか関節が痛いとか、はい、ないかもしれないけど確かにあんまりないですね <laughs> <laughs> もうね僕みたいなおじさんとかにはですねすごい。 すごいあのやっぱね何だろうなあのもちろんそのこう薬局とかでもいろんなものをこう売ってるじゃないですか、はいでまあ、その薬剤を、ね、投与するっていうあのものがあのほとんどだと思うんですけど、はい、そういうものをまあんまり使いたくないなっていうふうに感じている方にとっては<ー>本当にねその、えーまあ、これはその関節用なんですがその。 痛みをね、ほんとやらげてくれるんだよね。あのまあ、筋肉痛とかでも、はい、えそうだし、風呂上がりに、まあえー、2、3分こうマッサージをこうして、はい、あれすると超気持ちよく寝れる。めちゃくちゃ、<laughs> めちゃくちゃだからそういうな,なんかこう痛み、まあ、筋肉痛だったり、えー、関節痛だったりとかっていうのを、えー、抱えてる人で、 まあ、その処方されるものとかっていうのはちょっと嫌だなっていうね風に感じている方にとってはあのすごいおすすめですねこの CBD のねあのマッサージオイルもおすすめですしこのジョイントバーンもおすすめですしということでね、えーまあ、商品の方をねあの紹介させていただいたんですがマットさんにね聞くのもあれなんですけどでもまあその YouTube チャンネルでもお話しされているんではい なんでそもそもその大麻は日本で禁止なんですかまああの世界的にはやっぱりねあの有害成分といわれる THC が原因で禁止だとされていて、うん、で陰謀的に言うとやっぱり便利すぎるからっていう部分がありまして、うん、例えば石油とか化学製品とかタバコの代わりにもなってしまうっていうことがあったりとかですね、うんうん、昔で言うとその タイマだけで作られたヘンプカーっていうものも作られたりしたんです、ね、もう本当に車体からオイルまで全部タイマで作ったみたいなもの、うん、すごいですねそれどこの国が作ったんですか、えっと、アメリカのフォードで作られましたね、うん、はい、うん、そういうのがあったりですとか、うん、まあそういうふうに便利すぎるんで陰謀的には禁止されたっていうふうに言われていることがありますねで、日本で言うともともとやっぱり日本ってそのタイマと密接な えー、生活をしていて神社の儀式で大麻が使われていたりですとか、まあ、衣服の原料とかもそうですし、うん、今も天皇が実際に儀式する時には大麻を使った衣服を使ったりとかするんですね。うんうん、で、えー、まあそのに戦後日本の精神性というかそういうのを恐れたアメリカが禁止したんじゃないかなと、うん、日本の文化を。 破壊するために伝統文化を破壊するために禁止したんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあ一番不思議なことがありまして大麻、うん、の,の学名ってカンナビスっていうんですよカンナビノイドとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、そのカンナビっていう言葉が日本,語の日本語でカンナビって言葉がありましてカンナビって言葉があるんだはいカンナビが神が宿る場所っていう意味なんですよ ー神が宿る場所なのでまあその大麻が神社とかの儀式で伝統的に使われていて、うん、本当に神,神とつながる植物って言われてるんですけどもその「神ナビ」っていう言葉がなんで海外にまで出て カンナビスっていう学名になっているのかっていう、うん、その偶然の一致なのか、うん、何か都市伝説的な陰謀的なものとかあるのかわかんないんですけどそこがすごいですね、はい、それちょっとなんか偶然とはね思えないですよねそうですねカンナビスっていうふうにねこう英語では言うわけですけど、はい、それとまあそのカンナビ,カンナビこれ昔からある そうですね、昔からある言葉だと思います。っ、うんうん、と神に奈美」っていうんですけどなるほどこれはちょっとぜひ YouTube で深く探っていただいて探ろうと思って結局わからないっていうところが <laughs> 結論なんですけど <laughs> まあねまあね <laughs>、うん、でもまあその都市伝説だとか、まあ、陰謀だとか、まあ、いろんなね見方があ,あるわけですけど、はい、その都市伝説だとか。 大麻、ね、が、えーまあ、なんで、えー、規制されたのかっていうね、えー、最初はその、まあ、日本は例えば、まあ、規制してなかったアメリカも、まあ、規制がなかったそれがある段階から規制が入って、はいえー、まあ長いことこう規制されてきてまたこう今になって考え直したっていうねあの現状があってこれが、まあ、その陰謀だろうが何だろうがは、まあ、置いといて、はい、あの 要はその健康に対してあの有益なあの科学的なねその検証っていうのがたくさんこう出てきてますよね CBD とかに関してね。うで,ね、はいうん、でまあその研究はこれからもこう、えー、続けられるんでしょうしまだこう始まったばっかりな部分もこうあって、えー、どこまでねその CBD があの有益なものなのかっていうのはまあ 本当まだまだこれからいろいろ出てくる可能性はね、はい、ありますよね。そうですねマットさんの YouTube で見たんですけど「マ、はいはいま、っていう漢字、はい、あれがこう朝と鬼からできててるっていう、はいうん、そうですね、うん、あれもパッとなんか思いついたんですけど、うん、まあ鬼ってもともと日本を支配した人たちが作った 歴史の中で悪者にされた人たちなんじゃないかなと思いまして、うん、結局、勝った方が歴史を作ってるんで、うん、あの鬼も実際は、もともとは悪い人っていうわけではなく、土着のに住んでいた人のことだと思うんですよね。うんうん、で、まあ鬼は負けた側なので悪者にされ、うん、で、大麻も、朝ですね。うん、朝も、まあこういう陰謀的な理由からなのか、うん 悪いものにされ、うん、それを合わせたら悪魔の魔になるというちょっと小話的な話ですけど、なるほどね。はい。でもまあそのねえっと科学的なその研究としてねえっとどうあることなのかっていうのがまあある種今まあはっきりしてきたわけですけど、やっぱりまだその CBD とかちょっとこう危ないものなんじゃないとかっていうふうにこう 感じていいる方多いですよねもう大麻自体なんだろうすごい危険な薬物だとか、うん、CBD もね、うん、そこの大麻っていうイメージがやっぱり抜けないんで、うん、すごい,悪,い悪く見えちゃうことはあるかなと思いますね。じゃまあその辺っていうのはやっぱりその,あの科学的なデータをあのやっぱりまあ広めていくべきかなっていうふうにはね,そうでね思いますよね。はいうん それでは最後にデイブロムチャンネルをご覧の皆様で、ね、デイブの気になったニュースでもおなじみデイブ十五で十五パーセントオフになるクーポンコードを公開中です。で、このクーポンコードは他のセールとも併用可能です。現在ですね、ネイチャー館はブラックフライデーセールを開催中です。最大八十パーセントオフとなる一年に一度の特大セール。 えー、お気に入りの商品がお得に手に入るチャンスです、えー、まだ試していないという方はですね、えー、この機会にネイチャーカーの商品を試してみるのもいいのではないでしょうか、えー、在庫限りにつき人気商品はお早めにお買い求めください、えー、このセール11月の30日水曜まで開催していますそれでは今日は、えー、マットショーのマットさんにもお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました